こんにちは。ナイス旅ライフのキノジーです。今日は糸島へランチを食べに行くという動画をお送りします。現在都市高速を博多方面から糸島方面へ向かって走っております。 WRX-STI は鳴らし運転中ですね。まだ、4000キロも達してないぐらいの、走行キロ数になります。左手にヤフオクドームが見えてきました。右側は博多湾になります。先のとんがった、高いビルは高架タワーですね。この辺りが桃地というところです。糸島に入りました。糸島といっても、島ではなく陸続きで、行ける場所になります。今から、ランチに向かおうと思います。左手は、博多湾が広がっていますね。この辺りは冬場は牡蠣小屋なんかでも、有名です。おすすめになっております。お目当てのレストランに到着したんですけれども、以前はもっとメニューがですね豊富なお店だったのですが、今回訪れたところ、ロコモコみたいな専門店になっていました。ガナドールマフラーの、近況なんですけれども、もちろんあの車検対応マフラーということで、音は比較的静かなんですけど、車内の子守音が結構厳しいなという、動画もこの間配信したわけですけど、だんだんですね、騒音量が大きくなって、ついにはちょっとやはりあの他のマフラー、純正のものかなんかですかね、 STI マフラーとかそちらの方へ、取り替えないと車検が通らないというぐらいまで、騒音が大きくなって、しまいました。車内の子守音以外にもですね、やはりアイドリング時の音はかなり大きいので、取り替えを検討しないといけないなという形になりましたね。取り付けでまあわずか1年かかってないぐらいなんですけれども、帰りがけに、近くのですね道の駅へ寄りまして、今晩の、食材を買っていきます。サザエとかゴーヤとか、地酒とかを買いました。それでは夕食の準備に取り掛かります。
タコや大葉も、買ってました。前菜ですね。タコは確か350円ぐらいだったと思います。安くて、新鮮ですね。サザエの、仕込みというか、ただ焼くだけですけど、醤油と酒を少々入れて焼きます。日本酒は、こちらを買ってきました。そういえば WRX-STI なんですけれども、フォグランプをですね、交換しました。純正だとちょっと暗いですよね。なので LED に変えたところ、ホワイト系のものですね、とても明るくなって、スモールないらないぐらい明るくなりました。ちなみにバックフォグは、とても眩しくて、普段点灯すると、後続車が結構迷惑してるみたいですね。やはり通常時はバックフォグは、オフにしといた方が良いのかなと思います。ゴーヤチャンプルを作ります。これで切れてくる。私は今回洗い物担当ということで、ゴーヤチャンプルなのでスパム的なものを、ソーセージを使っております。いよいよ豆腐を投入するわけですが、その日の気分によって木綿か絹ごしという形で、今回これソフトの方ですね、豆腐を入れてます。東京から福岡へ移住してきて、絹ごしという豆腐 の種類というか感覚がこちらはないようでした。ソフト豆腐、ソフトか、木綿かという感じなんでしょうかね。ソフトでも、比較的歯ごたえがあるというか、ちょうどいい、ちょっと食感があるような柔らかさです。最後に、入れたのは白だしでして、味を調整しています。白だしもですね、東京ではあまり馴染みがなかったんですけど、薄口醤油とはまた違って、多少ちょっとしょっぱめのだしの入った、醤油という感じなんでしょうか。うどんとかですね、のだしを作るときにちょい足しするとすごく味が整います。Thank you.
仕上げに生卵を投入して完成という感じですね。今回のゴーヤは、苦すぎずですね、適度な辛みというか甘みもありまして、とても美味しくいただけました。短い動画でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。また、車で行く旅、食レポをお届けしたいと思います。